消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ひろたです。今回は、こちらの GS スパイクを磨いていきたいと思います。使うものがこちらのメンテナンスクリーナーミストタイプ、これビギナータイプで簡単に汚れを落ちます。で、これがタオルを使ってスパイクとかグラブとかの汚れを落としていきます。では早速やっていきたいと思います。で、この商品なんですけど、あんまり出回ってないのかなと思います。自分さっき調べたところ、普通にカタログとかに載ってるので、普通にカタログから購入できるのかなと思います。では早速やっていきたいと思います。グローブに使う場合は、直接グローブにかけるんじゃなくて、タオルにかけてから使用してください。スパイクの場合はそのまま直接やって大丈夫です。で、まずこれでスパイクを、まずここの辺をやっていきます。結構汚れがすごいですね。この間雨だったんで、そのまま一緒にかなと思います。かけて、まあ、どんだけ落ちるかちょっと見ていきたいと思います。あ、結構汚れが落ちましたね。こっちに比べて結構汚れがすっごい落ちてます。どんどんやっていきたいと思います。結構頑固の汚れとか落ちていきますね。こんな感じで結構汚れが落ちます。香りはアルコールも入ってるんですけど、柑橘系の匂いがします。もう結構落ちましたね。ピカピカになってきました。こっちがまだ磨いてない方なんですけど、結構汚れがねあるんですよね。これがこうなりました。まあ汚れ結構落としたい方はブラシとか先にやってからでも全然いいかなと思います。ここの先破れてるところあるんですけど、ここら辺はちょっと落ちにくいかなと思いますね。タオルでやるのは結構細かいところとかが結構落ちるんですよ。はい、こんな感じになりました。結構ピカピカです。もう、まあ、結構落ちりますね、これ汚れが。この間の雨の中試合やったんですけど、その泥汚れがこんなに落ちるって結構すごいです。片方もやっていきたいと思います。本当に汚れ結構溜まってましたよ、このスパイク。まあ雨の日って結構大変だと思うんですよ、道具手入れ。まあ、グローブもそうなんですけど、スパイクとかあるんですけど、これ1本あれば本当に十分な感じもします。明日翔平さんに渡したいので感想を言ってもらいます。はい、お疲れ様です。何、昨日磨いたんですよ、翔平さんのスパイク。ああ、そうどうですか。いや、マジ綺麗です。ありがとうございます。洗った、これ洗った、手入れしました。マジで、はい、臭かっただろ。匂いしねえの。さすがに中身はできない。臭かったでしょ。そんな臭くなかった。でも、まあ、今日朝何気なく使ったけど、なんか綺麗になってんなと思って。何気なく。いや、ほら、昨日俺がいない時になんかスパイクを磨いてくれてたらしいんで。はい、そうです。いや、めちゃめちゃ綺麗。いや、マジでこれ洗ったのかなって思うぐらい綺麗になってました。先発やるんで、うん、やっぱり気持ちよく投げてもらえないんで。あ、そうなんですか。当たり前じゃないですか。ありがとうございます。まあ、キャッチャーとして日頃のあれですか、やっぱ感謝で。感謝で。マジですか。そうだ、急になんかほらスパイク貸してくれって言うから、別にいいけど明日持ってきてねって話したんだよね。はい。いや、超綺麗。ありがとうございます。新品変わってぐらいびっくりした。めっちゃ綺麗になりました。超綺麗。え、何でやったの。これローリングスの超男前のやつです。あ、そうなんだ。スプレータイプの。そうなんだ。ちょっと動画見るわ、じゃあ後で見れば。わかりました。お願いします。ありがとうございます。はい、まあ、翔平さん道具手入れ、翔平の道具、翔平の道具を手入れしてやる。手入れし、まあ、ありがとうございます。また次回、ね、次の俺のグローブ手入れしてもらっていいですか。わかりました。お願いします。はい、じゃあ締めますか。締めますか。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。